どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。昨日からサブチャンネル始めました。もうメインに上げられない動画全部サブに上げるんで、よかったらね、サブチャンネル登録してください。で、今回はもうみんなに絶対知っといてほしいこと。もう絶対知っといてほしいことがあるんで話していきます。こちら、で、ノエルドラゴン1日3回いきます。終わり、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。いや、無価値でこれだけ。今日、明日、昼12時、そして、夕方の6、いや、4時ですね。夕方4時、そして夜の8時、12時、16時、20時の3回にかけて、ノエルが30分登場します。さらにこれ明日もなんですけど、ノエルが毎日3回30分ごとにね登場しまして、ノエル不足な方は絶対に周回してほしいんですよ。で、なんでまあ僕がわざわざこんな取り上げてるかと言いますと、僕の現在のノエルの数ご覧ください。こちら全4体です。あー、もう今日は動画撮れません、ノエルがいないから。だからね、もう最近ほんと困ってたんですけど、絶対にこちらで周回してください。で、ある程度ね、ノエルも有り余ってる人とか、別にスタミナ使いたくないよって人はね、無理に周回する必要はありませんが、もしね、ノエル不足してる方は、ぜひですね、この動画見たことね、忘れずに。まあ、今日もしかしたらもう昼12時過ぎてる人は多いと思うんですけど、夕方の4時、そして夜の8時まであると思います。多分見てる人と夜の8時くらいは間に合うと思うんで、絶対に周回の方をしてもらえればなと思います。こちらね、今日明日限定の特別イベントになっておりまして、まあ、特にスタミナ割引とかね、スパナの確率が上がるとかではないです。単純に1日3回出現するんで、周回したい人はぜひ周回していただければなと思います。こちらめちゃくちゃお得な情報で。さあまあ、という感じがね、今日の本題なんですけど。問題はですね、ちょっとこの時点で、動画の尺が、6分ぐらい余ってるということで、まあね、8分以上の動画を上げて1日1本動画投稿するというのが僕の日課なんですが、まあこれちょっとね、問題が発生してますよと。今日ネタないんですよね。てかさ、めちゃくちゃ普通にネタなくない？なんか、パズランウェイさん、シンプルにゴッドエース開催して、で、まあ、月曜からイベントあるんだけど、二次メダルイベントとかね。土日ネタないんですよね。まあ、てか、大の大冒険来てるから、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。なので、ちょっとどうしようかなって感じで。まあ、今日はちょっとこちら。久々にありますか？ネタを考える枠。枠っていうか動画です。じゃあ、こっからはもう本当に、本当にもう全然今日の本題の動画とは一切関係ないんで、まあなんか基本的に見てくれた人ありがとうございますって感じで、でですね、多分ここまで見てくれてる視聴者多分2割とかですかね。まあ再生回数の2割ぐらいの人見てくれてると思うんですけど、ちょ、今見てる人ね、なんだお前って思ってるかもしれないんですけど、ちょ、やってほしいこととか、ネタとかを、ちょっと本気で募集してまして、ですね、本当にネタがないんですよ。もう、何でもいいっす。ちょっと書いてみてほしい。だからなんだろう。ちょっと ね、動画にできないのは NG ですよ。例えば、ヒカキンとコラボしてほしいみたいな。ヒカキンさんとコラボできるわけないですからね。無理なんで、そういうのじゃなくて、なんか現実的な、ね、ネタをね、ぜひよかったらお願いします。まあ今日ちょっとね、6日前に募集してるんでね、面白そうなの見ていきましょうか。はい。今までの全ての環境を壊したリーダー主的な、はい、これ、今日の動画かな。うん。ちょっと、これも今日の動画ですね。今日の動画は無理かもしれないけど。環境を壊したリーダー集。おい、めちゃくちゃ優秀なネタ書いてくれてるやん。これ、採用です。環境を壊したリーダー集、いいっすね。まあ、また、やりましょう。視聴者の最難関ダンジョン初クリア編成実際に使ってみた。嫌だわ。どうせ、いや、嫌だわ。見かけとか使うことになるじゃん。嫌なんだけど。ウーバーイーツ1万円企画誰が見んねん。いや、ありか。ありか。ありかな。お、なんかいいんだ。通話100回やろうぜ。パズドラの未来について熱く語りながら。あいにきさん、今日やりましょうか。でも今日ね、夕方ちょっと用事があるんですよ。今日はね、とある方の、その、結婚披露宴を見るっていう、もう絶対に外せない用事があるんで、あいにくさんよかったら明日あたり、明日確定申告やな。やりましょう、また。次。ゆうころボイス BGM のやつもう一回やってくれ。あれとても好きだった。こいつブロックしようかな。あれとても好きだった。ちゃう？なんでお前も BGM とか全部自分の声にしてみたパート2書いとんねん。あえにきとか星野ニアとコラボ、お前3つけろバカ。見かけてゼロ次元。お前何もや？なんでこいつ全部わかってんねん。で、全部わかってんねん、こいつ。あっちか、気候上とかね、いいっすね。パズドラバトルのサーチしたキャラだけで高難易度で、ね。ありですね。
一面のやつにしませんか。ありですね。一面のやつすると嫉妬する人いるんですよね。ユーコルは同じネタをこするだけで再生回数稼いでるみたいな。うるせえ、うるせえ、黙れ黙れ黙れ。全コラボキャラのおすすめパーティー、ムビチャ。スイッチのパズドラ実況、課金ゲーらしくてまだやってないんですけど、結構楽しそうな感じあるんだよな。初期パー、無課金でも勝てはするらしいんですけど、ちょっと課金要素あるっぽいね。500円だからね。しゃあない。気候上の究極リューンサイ作るための最新編成。あ、確かにこれもありだな。マデュー艦隊攻略シリーズ1話表修羅。マデュー艦隊クソきついだろ。最強リードの歴史、これもやりたいね。今さら聞けない覚醒スキル解説とか、ああ良さそう。初心者向けのバーンリーダーにしてサブにダースモール、楽しそうですね。月一実写やりません、やりません。都心に戻って無限回廊、まあ確かにありだな。1年前の強かったリーダーでパーティーを組んでも強いパーティーなのは変わらないんじゃないか説。リアガチャ10回引いて出たキャラでどこまで闘技場を進めれるのか説。この人よね、結構普通に。パズラ始めたての人は何時間でランク戦になれるのか説。これも楽しそうですね。全部ユーコロの声でパズラしみた大事と思ってます。なんでこれこんな人気なんだろうね。ちょっとわかんないですね、よく。ネタがないなら艦隊撮影。楽しそうだし、やりたいよね、久々に。あれまで小学生つかないことについて熱く語ってほしい。まあでもあれね、HP が結構モリモリなんでね、しゃあないっちゃしゃあないんですよね、あれは。あれで小学生ついちゃうと結構環境壊し的なところはあって、完全にソロする意味がなくなっちゃうんでね、ちょっと。これが一年の重み、当時いなかったキャラのみで気候上の絶対者。めちゃくちゃ楽しそうやな。採用です。みんなのミリ残し集。もう普通におもろそう、お一番楽にできておもろそうなネタ来たやんけ。ちょっと待って、ネタありすぎ。あかん。これはやります。今日取り上げてるやつは必ず近々上がると思うんで楽しみにしててください。最低レターランキング、これもやりたいね。やりましょう。いい感じの多いっすね。お、無課金キャラだけで裏白勝てる説。あー、その下がちょっとやばいやつだったんで。結構いい感じのありますけどね。まあちょっとまあまたいい感じにやってみようと思います。はい、まあ、もしねこれ以外のネタでね何か思いつきましたら皆さんネタ募集してるんでね、よろしくお願いします。ということで今回は最新情報を話す動画でした。チャンネル登録、高評価お願いします。